球 OB クラブ公式 YouTube チャンネル、今回もよろしくお願いいたします。司会の半大です。チャンネル登録、そしてグッドボタンもどうぞお願いいたします。さて、今回も引き続き新興園寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けをしてまいります。そしてゲストはヤクルトの黄金期を支えられましたリードオフマン飯田哲也さんです。はい、よろしくお願いします。本当によろしくお願いいたします。はい、さて、まあ、運をしっかりと掴んで、その時に掴んで、プロ入りをされまして、そして捕手入団から、セカンドしっかり1年務め、はい、そして今度は外野手へという。そうですね。はい、これが5年目。そうです。これも偶然が偶然が重なって、あのジョニー・レイというね、はい、外国人選手をヤクルトは獲得しました。はい、でジョニー・レイっていうのは外野もできますよという、はい、触れ込みで取ったわけです。はい、で僕はセカンドとして やるつもりでいたんですけども、はい、そのジョニー・レイがセカンドをやらせろと、はい、あ、ご本人から。俺は外野そんなうまくねえぞと。おお。ということで野村監督が、じゃあお前センター行けという形ですよ。それで転職が来たという。来たということですね。それも本当偶然が重なって、それも運なんですよ。運をまたそこでもうしっかりつかまれて、はい、でも実際その時は、はい、あの外野に行ってくれと言われた時はどんなお気持ちだったんですか？そうです、まあセカンドもそんなうまくないし経験ないし、はい、まあ、外野はやったことあるので、まあ期待されて移動するならそっちの方がいいなっていう。あ、そうでしたか。ここで頑張ろうっていう感じです。はい、まあ、でもその5年目から外野手になられて、それが91年ですが、はい、そうです。はい、そのまあ91年から7年連続ゴールデングラブ賞、はい、本当ついてるよね。いや本当にジョニー・レイが来なかったら外野やってないですもん。いやでもそうですよね。はい、で来て、そしてまた俺にセカンドやらせてくれと言わなければ、うん、そうですよ。その配置転換はなかった。ないですよ。ああ、そうですね。だから本当何どこで何がチャンスが落ちてるかね。はい、うーん、皆さんもこう逃さないように。いや本当にそういうことですよね。本当にどこに落ちてるか分かんないんで。それはですから、もうプロ野球選手ももちろんですが、はい、あの学生さんも会社員としても皆さんが言えることですね。本当たまたま隣にいたおじさんがすごい人で、はい、っていうパターンもあるかもしれないんで、そこからね何か開けるかも。本当アンテナ張って、本当ですね、なんだこのおっさんと思わずね、はい、話してみるのもいいかもしれないです。そうですよね、はい、どこに転がってるかわからない。わかんないですよ本当に。まさにそうですね、はい、本当ですね。うん、外野に転向されてから、はい、またそのプロ野球生活というのも変わりましたか？それは変わりますよね。レギュラーとして、認められて、はい、ゴールデングラブっていう賞もいただいて、はい、世間的にも、飯田っていうのは知られてきて、はい、それで、まあ、あのお給料も上がる。それはやっぱりいいじゃないですか。いいですよね。最高ですよね。まあ、そこを目指すわけですからね。はい、で、まあ、92年には、ね、優勝もできましたしね。はい、そうですよね。はい、在籍中にチームはリーグ優勝が5回、はい、日本一3回、はい、そこにいらした、その黄金期の中にいらしたということですが、はい、まあ、あの今出ましたが92年に初めて日本シリーズを経験されて、はい、うん、そして93年ですね、もう飯田選手といえば、はい、あの伝説の伝説の、ご自身でおっしゃいますか？はい、ご自身でおっしゃいますか？言えるわけないじゃないですかお願いしますよ、愛ちゃん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。93年の日本シリーズのスーパーバックホームですね。ありがとうございます。5
ご自身のプロ生活の中であのバックホームというのはどういう位置にあるものなんでしょうか。あれはね、ベストプレーですね。ベストですか。今こう野球人生生きてきた中でのベストプレーです、はい、あ、そうですか、はい、ちょっと一緒に振り返りましょうか。まあ、どうぞ、ね、はい、93年なんで、はい、まあ、伝説にはなってますけど。伝説です。こう若い方はね、知らないと思うんですよ。そうですか。ということ、まあ、もしご存じない方が、うん、はい、いらっしゃるのであれば、やはりこれは見るべきですよね。そうですね、はい、動画などもたくさん上がってますし。そうですね、はい、見ていただいて。便利な、ね、世の中になりましたね。そうですね本当に、ま、でもちょっと振り返らせていただきますと、はい、まあ、前年も西武との戦いだったんですよね、はい、日本シリーズ。そうです、ヤクルトは残念ながら、まあ、7戦まで戦いましたが、西武、が勝っていったという92年、はい、翌93年、うん、やっぱりそこに向けての、まあ、チームの思いというのもかなり強いものがありました。やっぱりね、92年の日本シリーズ、まあ、王者西武ですよ、はい、石毛さん、辻さん、はい、秋山さん、清原さん、うん、デストラーデ、はい、ね、ピッチャーでいうと渡辺久信さん、はい、工藤さん、はい、各、はい、もうそうそう、石井武さん ね、はい、そうですね、そうそうたるメンバーにセ・リーグ覇者ヤクルトが太刀打ちできんのかと。本当にもう92年は4勝0敗だけは嫌だなと。それぐらいこう前評判も西武優勢でしたし、あんなこんなメンバーずらーっと並ぶ中ね、勝てんのかと。その戦いで3勝3敗まで行って4勝3敗で負けたんですけど、そこでやっぱりみんな自信がついたというか、最終戦まで行けたと。あの西武に4勝3敗だぞと、はいはい、来年は絶対勝つぞっていう、こう一致団結というかね、すごい日本一って目標をみんな目指して93年のシーズンを戦った気がします。はい、そして迎えたそのスーパープレーが飛び出したのは4戦目ですね、うん、4戦目ですね、はい、ヤクルトが2勝1敗で迎えた4戦目で1対0、うん、8回、はい、2アウト1、2塁という場面、はい、1点1打で同点。そうです。またね、長打が出れば逆転、逆転なんですよ、かもしれないというところで、それもひらめきがあって僕のね、はい、チームの指示は一塁ランナーをホームにやるなよと、はい、同点 OK だからなってもっと下がれっていう指示だったんですよ、はい、でもその時センターからホーム方向に風が吹いてたので、よっぽどいい当たりしないとセンター越えないと思ったんですよ、はい、なのでコーチは下がれ下がれって言うんですけど、はい、僕は前に出てったんですよ。いや、この風だから、超えたら超えないからっていう僕の直感というか、はい、まあ、パッと鈴木健なんですよ。やっぱ超える確率も結構あるんですよ、それでもこれ同点になったら勝てねえと思ったんですよ、だからこのコーチの指示を、まあ、見て見ぬふりをしまして、まあ無視をされたという、無視というか無視、見て見ぬふり、見ぬふり、はい、指示は見えなかった、はい、で、まあ、よく野村監督に言われてたのは、はい、根拠がある、直感を信じなさいっていうことを言われたんですけども、それなりの根拠がないとダメですよと、よく野村さんには言われていて、さっき説明した風がホームからセンター、はい、逆風だというのと、はい、もう同点になったらやっぱすごいピッチャーもいますんで、はい、点が取れないと、これは逃げ切るしかないという根拠を
僕なりに探して見て見ぬふりをした、はい、そしたらセンター前に飛んできたんですよ本当に、あの位置っていうのはもうドンピシャですか、ドンピシャでした、思っていた、思ってたと、うわ、それで奇跡のバックホームが生まれたわけですよ、はい、はい、あれでも日本シリーズの環境の中で直感でいけたんですね、うんうん、あれでもし牛頭を越えられてたら、はいはいはい、僕はもうレギュラー外されてるぐらいな、うん、もう詩人虫ですよ、うん、でもあれでホームでアウトにしたんで、ヒーローですよ、本当ですよね、本当にこう うまくいった、だからベストプレーなんですよ、あ、そうですね、はい、緊張はなかったんですか、緊張全くないんですよ、日本シリーズは僕の中ではセリーグの優勝とパリーグの優勝のお祭りイメージなんですよ、はい、あ、じゃあレギュラーシーズンとは全く違う、全く違うんです、楽しくてしょうがないです、あ、なるほど、なので、あ、まあ、前広沢さんとお話した時に俺はもう緊張して足が震えてたって言われてたんで、嘘でしょと思ったんですよね、で僕は全く緊張しなくて楽しくてしょうがなかったんですよ、でもセリーグで優勝するのおまけみたいなの感覚でいたんで、うーん、緊張もしませんでしたし面白かったです、そうですか、はい、わで、ダイレクト送球、そうです、だから前守ってた分、ね、あの中途半端な距離だったので、じゃあノーバンで行っちゃえっていうことです、それも一瞬の判断という、もう、そうです、もう本当一瞬です、一瞬、はい、やっぱワンバウンドするよりノーバウンドの方がやっぱ早いので、うん、まあ本当に近かったからノーバン投げれたってことです、あ、はい、あ、でも むちゃくちゃ強気の早急返球、うん、そうですね、やっぱ得意、僕守備得意なので、はい、まあ本当自分の力が出せた、だけですよ、あ、はい、100点満点ですか、まあ、ちょっと98点ぐらいですかね、ちょっと一塁側にちょっとそれちゃったんで、はい、うん、それはマイナス2点です、そのちょっとこうそれたというのは何だったんですか、まあ、40〜50センチです、うんうん、はい、でマイナス2点です、うん、っていうレベルです僕の守備は、ノードはほぼもう 100% の、はい、球だったということですよね、まあ、どこ行こうとアウトになればいいんで、うんうんうん、アウトにしたんで、はい、ベストプレーですよ、そうですね、ベストですね、はい、いや、でもあの時投げてたあの川崎投手が、はい、その二塁ランナーが回ってくるのと、うん、飯田さんのキャッチとを、うん、まあ、こう見て、うん、あ、これはもうセーフだな、それでこうカバーに入ったっていうふうにおっしゃってましたね、僕もね、あいつ結局 MVP 取るんですよ、はい、あれ僕のおかげなんですよ、これ間違いないんですよ、あの返球があってっていうことですもんね、そうですよ、何お前ちゃっかり MVP 取ってんだよみたいな俺も MVP の V ぐらいくれよみたいな、そうですね、何かあのお礼だとかないっすよ、これ V 分ですみたいな、言葉ですよ言葉、ナイスプレーって、ナイスプレーそれだけですよ、いや助けましたよね、いや本当あんなめったに褒めない野村克也監督が、はい、褒めてくれたんで、なんて言ってくださったんですか、直接じゃないんですよ、ヒーローインタビューみたいな、ああ監督インタビュー、あの飯田のプレーでチームが変わりましたって、こうそんなのそれっきりですよ、の褒めてくださったという表現は、はい、それは最高でしたね、あ、本当にもう本当褒めない人なんで、うん、あ、そうなんですね、褒めてくれるっていうことは本当に良かったなって思いました、
はい、またその直接ではなくヒーローインタビューを通じてというのもこう重みを感じますね、うん、そうです、まあてまあ、テレアなんで野村克也さんはで僕が勝手に思ってるだけですけど、うんうん、人に褒め怒るのはめちゃ怒るんですよ、うん、でも褒めない、はい、褒めないんですよだからね、褒められるってことは最高の名誉というかということなんですね、はい、まずその言葉が出てこないということなんですね。まず出てこないです。もうだからやって当たり前なんですよ、うん、あなるほど、野村さんの頭の中は、はい、あいつならこんなの普通でしょみたいな、でもあれを褒めたってことは野村さんもセーフだと思ったんでしょうね。あれをアウトにしたビッグプレーって言ってくれたんだね。そうですね、はい、あ、まあ、本当にもう全部が噛み合ったプレーでした、あのプレーは、はい、いや本当にこれはあの後世に語り継がれるでしょうし、もうぜひ、うん、これはね残しておくべきというか、92年93年のヤクルト対、はい、西武の ね、2年続けての、日本シリーズっていうのはもう2年で、7勝7敗なんですよ。あ、全部で14試合やったという、はいはい、だ五分五分なんですよ。だから決着ついてないんですよ、どっちが強かったとかっていうね。そういうことですね、はい、で前石毛さんとね、そのシリーズの特番があった時に、はいはい、どっちが強いんですかねって、やっぱ最後締めの最終的にどっちが強いんですかねってこう司会の方が言って、僕はヤクルトですと、あ、じゃない、西武ですって言ったんですよ。あ、そうですか。でも石毛さんはヤクルトですかねって言ってくれたんですよね。やっぱあの王者を奮い立たせたっていうかね。そうですね、あの王者に立ち向かってって勝てたっていうのはやっぱり、はい、まあ すごい充実した2年でしたね、はい、それがでもまあその、まあ、王者の中にいた石毛さんの言葉、はい、ヤクルトじゃないかというところにも込められているような気がしますね。いや本当昔のその時代の西武って、はい、めちゃくちゃ強かったの知ってます？映像ででしょ、はい、もうおじさんたちそうそうって今ね、そうだ西武強えんだよって、はい、まあそれにね、だみんな勝てると思ってなかったんですよ、ヤクルトがね。あ、それに勝てたっていうのはこう、うん、ヤクルトのこう力もこれ、はい、今後ね生きるし、そうですね、逆に言えば野村克也をさらにこう良くしたというかね。ああ男名将、名将の、はい、あの弱いヤクルトっていう、やっぱ野村監督のこういう言葉だったり、まあ、ミーティング、まあ、有名ですけど、はい、ミーティングで選手を操って、いうことを聞いてたら優勝できたっていう、だからすごいね監督なんですよ。今の監督見てください、12球団、はい、ヤクルト野村さんの教え子、一般名称まずヤクルト高津でしょ、はい、中日与田さんでしょ、はい、与田さんは阪神でやってるんですよ。で矢野でしょ。あ、そうですね。で栗山さんでしょ。あ、はい、あとは誰がいたかな、稲葉もそうだ、稲葉ジャパン、そうですね、あ、辻さんもそうだよ。あ、そうですね、やっぱすごいんですよあの人、野村克也。そうですよね、はい、あ、いやだから本当僕も野村野球なんで、はい、僕も今高校教えてますけど、はい、あの本当に野村野球です、教えるのは。はい、受け継いで、行かれた方が皆さんまたそれぞれの場所で伝えて、そうですね、だからヤクルトの野村克也の考えがプロ野球、はい、選手の中にも、
つながっていってるのかなという気はしますけどね、はい、そうですね、うん、脈々とでも受け継いでいかなきゃいけないと僕も思ってます、はい、この野球理論というか、野村和也に教えていただいたことをまあ後輩たちに受け継いでって、これが野球だと僕も思ってるので、その考えはなくしたくないですね、はい、はい、ではぜひ次回はそのあたりをですね、はい、はい、分かりました。切っても切り離せない野村監督の話も伺わせていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、ということで引き続きチャンネル登録そしてグッドボタンもお願いいたします、ということで飯田哲也さん、今回もありがとうございました、はい、今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。